はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサです。本日はエクストラクエスト討滅戦ということで、人によっては待望のというような感じのクエストが来たんですけれども、本日はね、マニアックを思い出を語りながら周回していこうのコーナーということで、まあ、やっぱりね、昔からやられてたんですよ、エクストラクエスト討滅戦は。ケルベロスオーダーとフィンブルが出る前から開催されてた感じで、まあ、元々ケルベロスで言うとヘルウォードダガー、もうヘルウォードダガーもね、4突実装で強かったし、なんかこうフェンリル討滅戦、グレイプニルはまあその頃ね、バルナが見向きもされてなかったんだよね。アグニスもそうだけど、神石編成の価値がすげえ低くて、まあマグナ編成とか、グレイプニルはあんま注目されてなかった。ヘルウォードダガーはマグナ編成にも一本みたいな感じで、まあいいよねっていう風に言われてた感じなんだけど、そういったね、思い出話とかをしながら、今回はマニアックを一戦ずつやっていきたいなという風に思います。でまあちょっと今回はね、ケルベロス編成はマグナで、で、フェンリル編成はゴリラでちょっと挑戦しようかなというふうに思ってるんだけど、まあ、昔と比べるとやっぱすげえ強くなったよな。ケルベロス討滅戦としてはあれだったよな、拳がいるんだよな、やったるわん、行くわんっていうココとミミ、シャドバのイメージの方がもう強くなっちゃったような気がするけど、なんかその拳を倒すことによって敵がね、ちょっと無防備になるんだよね。だからその無防備タイムを利用してっていうのが、昔の攻略法だった。今はもう物理で殴れるんじゃねえかなっていうような感じになってんだけど、編成はね、これだったんですよ。実は編成これだったんだけど、火力高いね。やっぱりデバフなしでもこんなに火力が出るのはやっぱ昔では考えられなかった感じだな。昔は最終ゾーンが存在しなかったから、10点集の最終上限解放っていう概念が存在しなくて、まあどんぐらいかな、そうだね、マグナのティアマトボルトマグナとか、昔ティアマトボルトマグナってなかったんですよ。ティア拳しかなかった。だからまあ風属性弱かったんだけど、ティア銃が来たことによって激強だなみたいな。で、まあじゃあティア銃が来たらもうコロッサスとかめちゃくちゃ強い武器来るじゃんって思ったら、出てきたのがコロッサスブレードで、おおみたいな顔をしたっていう思い出がありますね。っていう感じでやってて、まあ、シュバ剣も存在してなかったから、まあ、その頃シュバ銃モリモリってことで HP は結構厳しかったよな。今なんか HP4 万3000とかあるけど、こんなんじゃなかった。あ、このケルベロスは違うね。ヘルが出てきたら、まあ、そんな感じになってたっていうような感じですね。でまあやっぱり編成としては、まあ、ソーンが最終上限解放されてなかったから、ソーンは麻痺用、ソーンは麻痺用っていう感じになってて、で、基本的にこの編成だったかな。いや、セルエルは微妙かな。セルエル採集されたのちょっと前だったから。いや、でも、ジャンヌ、アルベール、セルエルか。マウント用にセルエルかな。まあ、奥義効果がなくても、マウントで入れてたみたいな。まあ、その頃、オメガ武器もなかったから、結構、そこら辺適当だったように思うんだけど、まあ、昔は3手とかもなかったしね、なんなら。っていう感じで結構ギリギリの戦いを演じてたような気がするんだが、適当に倒したわ。まあ、問題はヘルだよ。問題はヘル。ヘルはね、やっぱり結構、100ヘルは大変だなっていう人が多かった。100ヘルは大変だなっていう人が多くて、その攻略法としては、さっき言ったように、あれだね、真ん中にトレジャーハント、真ん中にトレハンを入れることで、あ、違うわ。上と下のやつを倒すことで1ターンの、猶予を得ることができるんだ。ごめんごめん。なんでトレハンって言ったんだ。全然頭の中でおかしいわ。そう、ここ、ココとミミがいるんですよね。ショボーンのマークついてんだけど。これで、普通に殴るじゃん。これで普通に殴ってた時に、チャージターンがマックスになっちゃう。うわー、苦しいっていう風になるわけ。ここで、苦しいっていう風になったら、ここで、うい。一浴びとか使って、この軍手はすげえ柔らかいんだよね。柔らかいから、軍手。やっぱ布だから。で、こうやって倒すと、切れるんだよ。ケルベロスが。やってくれたわね、みたいな感じで。そう。ブイーンって、こう、1ターンのその猶予を得ることができるんだよね。ちょっと行くわ。例えば、まあ、CT マックスだと。CT マックスな状態だけど、ここで、こうやることによって、敵がパワーダウンっていう特殊技を、混じることができる。これによって、あれ、そうじゃなかったっけそんなんだった気がしたけど、気のせいだったかもしれんわ。まあなんか多分今だったらカツオで終わりですね。230万っていう。はい。まあそんな記憶があったな。なんかどうにかして倒さなきゃみたいな。なんかそんな感じの気がしてたが、ちょっとうろ覚えだわ。
まあ、この頃の環境としてはさっき言ったようにヘルウォードだがあのケルベロスの探検だね。ケルベロスの探検を通常後陣枠として入れることが、まあ、まあまあ強くなる、いい感じのつなぎ装備になるよっていう風に言われてたような気がする。で、まあ、その頃はやっぱりこう天使武器とかがなかったから、今はそんなことないよね。今天使武器とかあったりとかさ、あの、まあ、マグナ2装備進んでくるとマグナ2とかでなんかこう強くなってくるから武器枠が入る。ゼノもなかった、撃滅戦もなかったからさ、 EX 光人とかも2番星が最強だったんだよね。2番星と光の剣、コラボ武器の昔の EX 光人ってコラボ武器しかなかったから、アンノウン光人しかなかったんだよね。っていうところで、なんかいろいろと、あれだった気がするわ。なんか装備的な縛りがあったような気がするわ。じゃあ、土行きましょうか。まあ、土はね、まあ、昔と比べるともうゴリラ持つようになったのはあれだよな。俺、変わっちまったよ。フェンリル、俺、変わっちまったよ。なんだよ、お前、それは俺、ゴリラになっちゃったよ。フェンリル。近寄るんじゃねえ言われるかもしれない。うん、そんな感じだね。まあフェンリルの思い出としてはあれかな、ここで初めて弱体耐性 100% カットのあれの価値が増した。ジャスミン、 SR ジャスミンが初めて注目されたのはこの敵だったよね。うん、まあデバフが意味わかんなくて、でヘルがなかったんじゃない？っていうか、ヘルあった？ 100 ヘルとかなかったよね。なんかフェンリルの行動パターン意味わかんなかったんだよ、最初出た時。いや、マジで意味わかんない敵なんですけど、これ、どうやって勝つの？みたいな。意味わかんない、意味わかんないみたいな感じだったんだけど、錦のマキちゃんみたいになってたんだけど、それでなんか敵の弱体をクリアオールとかで無理やり無理くりカットするぞ、するとどうにか対応できるぞっていう風に気づかれて、でそこから先に派生してその敵の弱体耐性を無効化するジャスミンとかがすごいいいぞというような感じで、普通の人もサラだったな、その頃の編成としては。サラ、サラとね、なんだっけ、サラ・アルルメイヤなんとかみたいな感じだったんだよ。その頃サラ・アルルメイヤ何かみたいな感じで編成が組まれてたんだけど、そこの中の誰か1枠を送って、ジャスミンを入れるっていうような編成が、急激に流行った時だったような気がしますね。 HP75% になるとね、使ってくるんだよね、技を。ちょっとやってみよっか。ゴリラ召喚、これで HP75% になった時と 50% になった時に特殊技をしなきゃいけないんだけど、それが特殊技をしてくるんだけど、それがこの第二アビリティのレジストポーション、これ弱体耐性アップが 100% アップだから敵の特殊技をミスるんだよね。で、普段ってマウント貫通しちゃうんですよ、この今のさっき言った 75% の特殊技が。マウント貫通しちゃうんだけど、マウント貫通の概念すらも無効化するっていう、このジャスミンは、まあ、当時すげえ画期的だったっていう話ね。75% と 55% でこんな感じでやられてきます。それを全部避けれます。じゃあそのまんま倒しちゃいましょうっていうところで、まあ、脳筋の人たち、まあ、俺も含めたね、脳筋の人たちが、なんか初めて壁としてぶつかったのはこの敵だったっていうような感じだね。武器枠的に言うと、フィンブルが追加される前はもうほとんど注目されなかったね。フィンブルが追加されてから、まあ、フィンブルが追加される少し前にですね、アグニス編成が流行ったんだよな、確か。課金武器とかモリモリでアグニス武器を積むってのもいいんじゃねみたいな感じで、なんかこう、火のマグナ編成ってコロツエメインだったからさ、すごいちょっとこう弱い。それだったらもうクラリスのこと、いやマジでそんな感じだったんですよ。最終上限解放されてないクラリスのこととか突っ込んで、アグニス編成、クリフィンとかもなんかちょろっとあるから、まあ、ここら辺やって、アグニス編成頑張りゃいいんじゃねみたいな。これだったらちょっと、なんか3突のスキルレベル10武器もろもろ揃えたらもう余裕じゃんと。もうダインスレーブ持ってたら最強よ、みたいな、そんな感じで言われてたような思いがあるんですけど。うん、で、まあ、その煽りで水もそんな感じじゃねっていう風になりかけてたっていう印象かな。で、フィンブルが来てなんか爆発したんだよな。ドバーン爆発して、で、なんかっていう感じだった。で、まあ、同時期にヘルが実装されてたから、まあ、そこでちょっとこう対応としてジャスミンがっていう時期だったかなっていう記憶ですね。まあ、そういう風なのがもう2年前とかじゃないかな。もう2年前、3年前とか結構前な感じになってたんだけど、まあ、今となってはね、まあ、やっぱジャスミンとかな
くても多分メカニックだと思うんだよね。100L もメカニックもしくはクリュサオル、うん、カツオヌスでもいいかもしれないしみたいな感じで、武器編成とかも武器編成もこんな感じになっちゃってるから、いろいろと変わっててなかなか変遷を感じますよね。マニアックとかもやってると、昔ながらのマルチとかやってるとそんな感じで、ノスタルジックな気持ちになるという話でございましたけれども、まあケルベロス、フェンリル、討滅戦、今現在ね武器としてはかなり、まあ、バルナ編成やりたいってなったらやっぱりこうフィンブルはすごい優秀な武器になってたりするから、なんかこうやって集めなきゃ、もう今からが最初、言うなればあれだよな、獣フレンズ一期の最終話を見た時に子供がすごい集中して見てたけど、大人はなんかこう、ああこのパターンねって思ってたけど、子供は最初だったからすごい、うおーこれみんなが集まるなんて超すげーと思ってたっていう風に見てたっていう、ツイッターのバズりを見てた時のあの気分になるわけよ。うん、まあ、みんなは最初かもしれないので、まあ、そんな感じの歴史を積み重ねていくと、もうクラブルのね2年後3年後が楽しくなるかもしれないという話でございました。そんな感じです。じゃあ今日はケルフェンやっておきます。バイ。